シュレージエン戦争。シュレージエン戦争。独、シュレシシャクリーガは、18世紀中頃に、ヨーロッパで行われた戦争である、オーストリア継承戦争と七年戦争のうち、オーストリアとプロイセンが、シュレージエン地方貴族をめぐって戦った、局地的戦役の総称である。文脈によっては二つの戦争の別称として、使われていることもある。英語読みでシュレジア戦争。 サイリージアン・ウォーズという。1740年に、プロイセンのフリードリヒ大王が、マリア・テレジアの即位に伴って各国がオーストリアを攻撃する形成であったのに常時、シュレージ寺ンの獲得を目指して同期に進行したのが、始まりある。オーストリア継承戦争中、講和を挟んで二度争い、オーストリアは敗北して、ージ寺ンを割上した。 その後七年戦争でオーストリアは、主霊寺園の奪還を目指したものの、敗れて講和し、プロイセンの主霊寺園領有が確定した後に、1815年から1919 19年。この時、オーストリアに残された領域よと言い,い、後のチェコ領スレスコとなった。主霊寺園はもともと複数の諸公領,領からなり、ホ方園ツォレルン家はそれらのうちイエゲルンドルフ公領,領、オッペルン公領、 ラティボル公領を16世紀から17世紀にかけて統治していた。このうち後の2公領は、ホーエンツォレルン家の主霊寺園における、勢力拡大を嫌った神聖ローマ皇帝フェルディナント一世の干渉のため手放したものの、イエーゲルンドルフ公領は、ホーエンツォレルン家の世襲領として保たれた。しかし30年戦争の結果、プロテスタント側であった、イエーゲルンドルフ公は、 皇帝フェルディナント二世に領地を取り上げられ、ホーエン・ツォレルン家は、主霊辞ンにおける領地を一度喪失した。またこれとは別に、ホーエン・ツォレルン家は、リーグニッツ皇領、ブリーク皇領、の三皇領について継承権を持っていた。これは、リーグニッツ皇、フリードリヒ二世とブランデンブルク先帝皇、ヨアヒムヨとの間に結ばれた、相続協定によるものであったが、この取り決めを、 フェルディナント一世は承認せず無効としていた。三考領の最後の所有者であった、シュレージエンケーピャスト家のゲオルク・ブルヘルムが死去したとき、皇帝レオポルト一世は、大王の曹祖,祖父、フリードリヒビルヘルム大戦帝公の相続を認めず、三考領を、米面王国に接収した。このとき、レオポルト一世は代わりにを与えて、大戦帝公をなだめることにしたが、結局は後に、 シュビーブスを取り戻したので、大戦抵抗の後を継いだ、フリードリヒ一世は参考領に対する、請求権を放棄なかった。このように、プロイセンには、一応、主霊自縁の少なくない領域について、自国のものと主張することのできる根拠があったわけで、あるが、継承権の主張を取り下げていた時期も長く、正当性は微妙だった。しかし戦争を仕掛けるにはそれで十分であった。 そもそもプロイセンが、シュイジエンについての権利の主張を再開したのは、大王の父、フリードリヒビルヘルム一世時代のことであって、そのきっかけとなったのは、皇帝カール六世が、プロイセンが主張していた、ライン川両岸にある、ユーリヒ公領とベルク公領の継承権について、プロイセンが、オーストリアの国事証書を承認するのと引き換えに、認めると約束してきながら、いざとなると、 フランスの講演を得た、プファルツ家の主張を入れて、プロイセンの主張を取り下げさせたことである。フリードリヒビルヘルム一世は、オーストリアに、約束の履行を求め、プファルツ選定講領となった、ユーリヒーコール、ベルク講領がダメなら代わりにと、シュレージエン3講領への主張を復活させた。経済的には、シュレージエンという土地は、工業が盛んで、主工業が発達し、 人口も多く豊かな土地であった。当時のプロイセン全体の人口が250万人であったが、シュレイジエン一州で150万の人口があった。シュレイジエンを得ることができれば、プロイセンの国力を大いに高めることができる上に、オーストリアの国力を大幅に低下させて、積年の恨みを晴れらこともできたのである。地理的には、シュレイジエンはプロイセンにとって、 死活的に重要なオーデル川上流を有し、一方で自然障害となる産地が、米面、メーレンとの間にそびえている。シュレージエンを有せば、ザクセンとポーランドを分断し、しかもザクセンを北と東から包囲しうる。また加えて、シュレージエンはプロテスタントの多い土地であった。そして、当時のオーストリアの軍隊は、直前の対トルコ戦争、 1735年から1739年で批判して戦力を大幅に低下させているだけでなく、その大半外然としてハンガリーに駐留したままだったのでる。シュレージエンの防衛兵力は乏しく、プロイセンの戦力をもってすれば制圧は良いであった。シュレージエン戦争は第1次、第2次、第3次の3回に区分される。このうち第1次、 第2次がオーストリア継承戦争、第3次が7年戦争で戦われた。第3次については、主ジ自ンの争奪が戦争の大きな焦点の一つになったため、他方面に戦役を抱えていたオーストリア、継承戦争の時と比べると7年戦争と区別して語られることはあまりない。フリードリ・ヒ大王は1740年冬。 マリア・テレジアにイジ支援の活動を求めて同地に進行した。マリア・テレジアはこれを拒否して抗戦しようとするが、四面楚歌の状況にあったため、滅亡を回避するためには、活動に応じて敵の数を減らすしかなかった。オーストリアは危機を乗り切り、帰ってフランスに対し攻勢に出た。これに危機感を持った大王は、米面に進攻するが撃退される。 シュレージエン脱会を狙うオーストリアの前に一旦は不利な情勢となったプロイセンだったがその後連勝を続けてオーストリアを下しシュレージエン割動を再び認めさせた。シュレージエン脱会を諦めないマリア・テレジアは外交革命によりプロイセンを戦略的に追い込む。戦争不可避を悟った大王は先制攻撃をかけた。7年にわたる攻防でプロイセンは 幾度も海戦で勝利を得るものの戦略的には劣勢であった。しかし、ロシアの政変による同盟離脱からオーストリアは跳ね返されて体力を使い果たし、主霊支援を取り戻すことはできなかった。7年戦争が終わった時、ヨーロッパには列強としてのプロイセンが確固として存在していた。そしてプロイセンが列強の一角に食い込むことができたのは シュレージエンを得たからであった。これ以降、ヨーロッパ近代史には、新たなプレイヤーとして、プロイセンが登場し、ドイツ帝国に発展する。ドイツにおいて、シュレージエン戦争は、以後100年続く、広島各地区の長い始まりであった。ドイツ史は以後オーストリアとプロイセンという二大勢力の、存在を軸に展開する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。